いやね、チャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはコンバージ仮面ライダーシリーズ20弾、こちら番号が113番目仮面ライダーブレイズ第4戦記。今日はこちらを、見ていただきたいと思います。さあ、足元の方からずっと上に上がって見ていきましょう。出ました、仮面ライダーブレイズ、第4戦記でございます。ついに、2番目の仮面ライダーも、こちら、コンバージ仮面ライダーの一つで出てまいりましたね。すっごい、これ見てください、出来の良さすごいね。直角ね、この部分が結構あの剣と言いましょうか。あとこちらね、あのベルトの帯がちゃんと後ろまでできてるんですよね。まあ、あのサイドの部分は仕方ないにしても、あの結構足はねうまくできてますよね。これ、完成度いいと思います。多分ブレイズの方もまたね、いろいろシリーズで出てくるんじゃないかと思いますけどね、結構貴重ですからね。これもうこの目のところの塗装がね、最初ないようにあったんですけど、結構綺麗にできてるもんですね。本当にちゃんと目まで塗装してる。なんでこれね、想像では結構弱い部分なんですけど、コンバージだとこんなに細かく、しかも繊細に完成しているのでしょうかって感じぐらい、コンバージとちょっと作ってる方が担当者が違うんでしょうかね。ほんとこの背中のね、部分なんかもこれ固定してあるのかな、もう固まっててちょっと開けないですけど、ちゃんと帯が周りがね見えないところもちゃんとできてるところがすごいと思います。最後はライザーにしっかり乗せた、仮面ライダーブレイズライオン戦記見ていただきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回仮面ライダーブレイズのライオン戦記見ていただきました。これからもどんどんね、こちらセイバー関係のライダーも増えてくると思いますので、ぜひ楽しみにしていきたいと思います。今回以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。